株式会社キャメルコーヒーは、東京都世田谷区大田に本社を置く企業である。主に自家焙煎のコーヒー豆及び、コーヒー関連商品や、輸入食材、生花材、種類を販売する店舗、カルディコーヒーファームの経営を手掛ける。また、卸売やコンサルタント以外にも、レストランやカフェを運営している。1977年9月の設立当初は、 喫茶店向けコーヒー豆の卸売を中心に営業していた。1986年、小売店舗としてカルディコーヒーファーム第1号店を開店する。2000年9月、千川店のリニューアル以降、カフェ部門を併設した複合店舗を展開。2006年3月、台湾国にキャメルコーヒー、タイランドを開店する。2010年10月、 カルディコーヒーファーム直営店舗数が200を超え、2010年8月時点で、日本国内にレストランカフェ5店舗、海外にレストランカフェ5店舗を展開している。カフェ、カルディのバンコク MBK 店、名古屋港店キャメルコーヒーの根幹をなす、小売店舗である。名称は、コーヒーの歴史におけるいくつかの起源説のうちの一つ、エチオピアのヤギ界の牧人、カルディが、 山でコーヒーを食べたヤギが興奮状態になることに気づいたことから発見によるもので店舗内装飾や看板、紙袋をはじめオリジナル商品やオリジナルグッズなどにこのヤギとヤギがイカルディを模した統一デザインが採用されている。このヤギのキャラクターにはヤギベイという名前がついている。オープン初期の店舗はさほど広くない店内に 一般的な小売店ではあまり見かけない通行味で、かつ多品種の輸入食材が一見雑然と陳列され、安売ディスカウント店的風税だが、1998年頃から蒸気デザインに統一して店舗改装されてネットショップにも負けない専門性と高級感のある食材店として定評がある。現在はカフェを併設する複合路面店舗や丸い ララポート、夢タウン、イオングループ系列のショッピングセンターや駅中へテナント出店が多く、日本では全都道府県で店舗展開する、シャレた雰囲気の輸入食材、コーヒー豆店として人気を博している。店舗スタッフは女性のみで構成されて店長など管理職員も女性だが、カフェなどには男性スタッフも見られる。店頭では頻繁にコーヒーが 紙コップでサービスされ、客はそのまま店内を回遊する。このコーヒーをもらうために、店の入り口で長蛇の列を作られるといった光景を目にすることができるが、サービスされるコーヒーは客への試飲が目的ではなく、あくまでも来店客へのおもてなしのために振る舞われているという。コーヒーは一番人気のオリジナルブレンド、マイルドカルディで、夏場はアイスブレンドを使った。 アイスコーヒーが振る舞われる。いずれも砂糖とミルクが入った状態で渡されるが、ブラックや砂糖なしなど、スタッフに注文をすると対応してくれる。来店客数が多いことから常にコーヒーを補充しており、ほぼ入れたてを味わうことができる。常に入れたてを振る舞うために、費用はかかるが、店内の回遊率を上げる効果が期待できるため、最近では、 こうした店頭でのコーヒーシーンサービスを取り入れる同業体の店舗も増えてきた。新型コロナウイルス感染症拡大の影響により2020年6月現在全店舗でサービスを休止している。暗めに抑えた店内照明だけではなく冷蔵棚や冷凍棚の設置をできるだけ最小限に抑えるなど高熱費の支出を減らす工夫が多く見られる。取扱銘柄が さほど多くはない缶ビールや冷凍食品一般にスーパーマーケットやコンビニエンスストアで売られている大手食品メーカー品よりやや高価な高級評価他にごく一部の銘柄のワイン陳列用にのみ設置されており大半のワインやソフトドリンク全般他真空パック封入されたデザート類や漬物類は常温で棚に陳列されているそのため 夏場の暑い日に飲みたい缶ジュースを店内で発見しても購入した直後にすぐ引用して量を取ることはできない。常温での引用、飲食に向いていない缶ビール以外の食品については購買客自身が冷蔵庫で冷却させることが前提となっている。冷蔵棚と冷凍棚の店内最小限設置については前述で述べた高熱費節約のほか、 店内レイアウトデザイン基調色である焦げ茶色への統一性を高める効果も見られる。年に一度オープン記念日にほとんどの店舗でコーヒー豆の半額セールが行われる。2011年5月13日、障害者の雇用状況に改善が見られないとして、障害者雇用促進法第47条に基づく企業名公表をされる。 2011年1月1日現在での障害者、実雇用率は0.13%。2012年以降は雇用状況に改善が見られ好評には至っていない。カルディコーヒーファームの公式ウェブサイトの採用情報内では積極的に障害者採用を行っていることがわかる。国内海外店名のカルディはコーヒーの苗を発見したと言われるエチオピアの羊飼い カルディの名に由来する。https コロンスラッシュスラッシュ camelcoffe.jp スラッシュニューススラッシュカルディスラッシュインポータントスラッシュ 000h78.html 障害者の雇用状況に改善が見られない6社を公表します。障害者の雇用の促進等に関する法律第47条に基づき実施。ありがとうございます。